俺の名前は鈴木。そこそこ有名な不良学校に通う普通の男子高校生だ。趣味は読書と、最近は YouTube もよく見るようになった。おい鈴木、隣町の高校の奴らが勝ち込みに来たらしいぜ。楽しそうじゃね。俺らも行こうぜ。何度も言ってるだろ、俺はてめえと違って喧嘩とか好きじゃねえんだよ。どこ行くんだよ。屋上で寝る。邪魔すんな。ってことで、今回はヒサには内緒のドッキリ企画、監視カメラでヒサの休日を覗き見だ。ヒサメは前にモーニングルーティーンとやらも撮ったのに、まだ覗くのか。影千代は覗きが好きなんだな。それじゃ俺が変態みてえじゃねえか。違うのか。ちげえよ、俺はひーちゃんのファンの需要に応えてるだけ。くだらねえ、どうせ打ち合わせ済みだろう。真面目で頑張り屋なひーちゃんのちょっと抜けたオフの姿とか見たいだろ。オフの姿、いや、あいつの場合はどうせこっちだろ。んじゃあ行くぜ。カメラはヒサの通学カバンに仕掛けたんだけど、うまく映ってっかな。お、いい感じ。しかしこれはなんか散らかってんな。もう昼なのにまだ寝てるし。ヒサメの部屋は何度も見たが、いつもはこんな感じじゃないぞ。テスト期間だったから掃除してなかったのかもな。相変わらずひでえ寝方だな。逆によく落ちねえな、この寝相といい、部屋の散らかりをといい。家ではこういう感じなのか。意外っつうかなんつうか、ヒサメの寝相の悪さに関しては影千代が一番被害に遭ってるな。あれはほぼプロレスだぜ。そのままいねえよ、復活。いったー、やっと起きたか。人が昼まで寝てるとうるせえくせに。にしても打ち合わせ済みだったらここまでやるもんか。もしかしてガチの隠し撮り。いや、いくら復活がクズでもさすがにそれはねえよな。カップ麺でかっ。今日もよく食べるな。朝飯がカップ麺って女子としてどうなんだよ。しかも寝起きのままだし。ほんと幸せそうに食うよなこいつ。何笑ってんだよ鈴木。佐藤、あ、ヒサメちゃん、カレコレ屋の YouTube んな面白えのか。別に笑ってねえ。つかおめえ喧嘩しに行ったんじゃねえのかよ。言ったけど速攻終わった。隣の高校のやつら弱すぎんだよ。つまんねえ。じゃあ授業出ろ、バカなんだから。うわっ、あっちゃー、やっちゃった。着替えるのめんどくさいな。おいおい、マジでこのまま着替える気かよ。てめえもサボってるじゃねえか。あー、暴れ足りねえな。うわ、なんだ鈴木、久しぶりにやるか。いいねいいね、そう来なくっちゃ。やんねえよ。意味わかんねえ。下着もう一枚履いててよかった。なことある。え、テスト終わったばっかなのに勉強かよ。真面目だねひーちゃんは。俺は学校のことはよくわからないが、ずいぶん変わった教科書だな。は？これ競馬雑誌じゃねえか。いけ、させー。君前回の依頼料を全部突っ込んでるんだよ。寝て食ってギャンブルって完全におっさんの休日じゃねえか。どうしたヒサ。そもそも高校生はギャンブルをしてはいけないというルールだったはずだ。あの真面目なヒサメがそれを破るなんて、よっぽど面白いのか。ああ、なんでそこで窒息するのよ。まあだいぶ熱くなってはいるな。負けた、もう最悪。おい待て待て、お前何持ってんだ。ジュースではなさそうだな。あっと、今回の動画はここまでにしとくか。そうだな、やっぱり隠し撮りとかは良くないんじゃないか。だったな。しかし優等生が裏で悪いことやってるってのはあるあるだけどな。まさかヒサもあんな。あまり知りたくなかったな。あ、ねえ、鈴木くんが日記つけてて何が悪いの。勝手に人のものを漁って陰で笑ってるあんたたちの方がよっぽどダサいよ。起きろ。だよ鈴木、バカだから授業なんか行っても意味ねえって。勝手にしろ、俺は先に帰るから起こしてやったんだよ。帰る、腹でも痛えのかよ。ダセえやつらに一言言ってやんだよ。鈴木くん、偶然だね。一人か、復活と養老は。影は補習で CD はバイトだけど、二人に何か用だった。用っつうか、お前は何も思わねえのかよ。え、昨日上がってた動画。まあ、違うんだよ、あれはいろいろ事情があって、あくまで動画用っていうか。は？じゃあ隠し撮りじゃねえのか。もちろん、そんなこと本当にやったらぶっ飛ばすよ。そうだな、お前は自分でぶっ飛ばせるよな。
俺より強えんだから。あ、影もうすぐ補修終わるみたい。連絡してみようか。いや、そういうことならもういいわ。え、いいの？だっせ、何やってんだ俺は。氷伝が先にギャンブルとか普通に考えてねえよな。おい鈴木、今週末のバイト忘れてねえよな。ああ忘れてた。やる気ねえ。結構おもろそうじゃねえ。ケイバーンジョー。なんだこの展開、頭悪すぎるだろ。うわー、今日こそやったれ。なあ鈴木、どうせなら俺らもかけるか。高校生は馬券買えねえよバカ。だよ、そうなのか。つまんねえな。けどそれじゃあなんでヒサメちゃんがいいんだよ。はあ、いやマジでなんでだよ。この間のは動画を面白くするためのやらせなんじゃねえのか。おっちょ的には。真剣だしよ。意外な趣味だなヒサメちゃん。おお、こんなところに女の子がいるぞ。え、馬券買いたいの？おじさんたちが代わりに買ってきてあげようか。いいんですか？いいよいいよ。どれを買いたいんだ？その代わりおじさんたちと遊ぼうよ。ち、何やってんだあいつは。もう見てらんねえ。やめろー。これ以上僕ちゃんの愛するババロアとそう怪我する。この偽物の目。鈴木くん、なんで？こっちのセリフだ。何やってんだよお前。こんなとこにいるから変なおっさんどもに絡まれんだろうが。いや、とにかく来い。この二人は影とシディなんだけど。久しぶりだな鈴木。なんでいいんだよマジで。バイトか、佐藤は一緒じゃないのか。はあ、はあ、説明するね。あんたのストーカー？あの人が好きなババロアっていうキャラクターに私が似てるせいで難癖をつけられるというか。ああ、そういやさっきわけわかんねえこと言ってたな。屋根裏部屋に忍び込まれたこともあって、その時に警察に捕まったんだけど、最近釈放されてまたちょっとね。キモいな。地味に嫌がらせされてたから、一発ガツンと言っとこうと思って誘い出したんだよ。あの隠し撮り動画は、こいつ専用の釣り動画だったってことか。そういうこと。影、後で消しといてね。ああ、後でな。もうちょっと再生数稼げそうだしな。もうちょっと再生数稼ぎてえとか思ってんな。知ってたけど本当にクズだこいつ。しかしお前ほんと懲りねえな。ババロアから推し変してくれよもう。僕ちゃんのババロアとさえの愛は永遠だ。どうしたらヒサメにつきまとうのをやめてくれるんだ。なんか巻き込んじゃってごめんね。俺が勝手に勘違いしただけだから謝んな。にしてもあの寝相を演技でやるってすげえな。あ？あれはその本当の寝相なんです。あ、引いた？いや、やっぱあんた面白えな。見てくれた君が大好きです。チャンネル登録してね。